皆さんこんにちは。ボンジュー今日はですね、大阪にお住まいのシャンソン歌手の松本和子さんのところに来てます。ようこそどうもはじめまして。はじめまして。どうして、大阪に来ているかと言いますと、私あの日本で唯一のこのシャンソンマガジンという雑誌にですね、時々レポーターとして記事を書かせていただいてるんですけど、このマガジンの見開きのページにですね、松本さんが去年10月7日にあの有名なフランスパリのオランピア劇場コンサートを開いて大成功して帰ってきたというこの記事を見まして、どうしてもお話が聞きたいと思って遊びに来てしまいました。よろしくお願いします。わざわざというところありがとうございます。ありがとうございます。オランピア劇場と言いますと、エディット・ピアフが最後まで立たれてたという有名な劇場なんですけど、松本さん、このコロナ禍で日本でもコンサートを開くの大変だと思うんですけれども、なぜオランピア劇場に単独公演をしに行ったのでしょうか。話はちょっと長くなるんですけれども、ちょうど2008年がデビュー20周年だったんですね、はい、そのツアーをパリからスタートしたんです、はい、でその時にデビュー30周年にずっとピアノが最後まで立っていた音楽の、ね、聖地オランピアに立ちたいという目標を立てるんですね、はい、でもいきなりね10年後って言っても無理なの で、はい、で自分へのチャレンジということで、はい、2年に1度ずつ、はい、日本で働いてお金を貯めて、はい、2年に1度ずつパリでもうコンサートを開催することにするんですね。あ、皆さんの応援をいただきながら2018年に6回目を無事に終えることができまして、うん、でそして2019年に、はい、日本の全国ツアーデビュー30周年をやりまして、はい、でファイナルがオランピアということだったんですけれども、コロナ禍で再再延期で、もう本当に狭間、コロナの狭間で、そうですよね、もうあの奇跡としか言いようのない、うん、まあ、あの本当に開催でした。あ、もうじゃあ14年目にして夢が叶ったってことなんですね。すごいですね。ありがとうございます。もう今振り返ってもね、なんか夢物語のような感じでまだなんか実感がないんですけどね。去年の10月7日ですもんね、まだ半年もいかないですよね、去年の10月7日なんですけれども、フランスのコロナ状況ってどうだったんですか。はい、私も2回目のワクチン接種を終えて、その証明書を持って臨んだんですけれども、まずそのフランスが全然その受け入れができない状況の中で、去年の6月にあの一応収まって解除になったんですね、はい、それでもう急いで全部止まってるので、6月にまずはパリへ乗り込んで、そこで急いで打ち合わせをして、はい、で9月1日に乗り込んだんですけれども、うん、とにかくもうフランスは毎週週末になったら、はい、ワクチンを打たない派の人たちがデモをするんですね、うん、そうですよね、ニュースで見ました。だんだんそのワクチンを受けない反対派の人だけじゃなくて、うん、そこになんか関係のない人たちも一緒に加わって、うん、毎週土曜日にものすごいデモになってたり、あとオランピアの、ね、会場に来るためにも、PCR さんの検査の結果がいるとか、はい、そういう問題もあったり、はい、で本当にその1ヶ月ほどしかなかったんですけれども、うんうん、その集客をしながらも、はい、不安との隣り合わせだったんですね。そうですね。またコロナでもしかして会場が中止、うん、コンサートができない状況になるんじゃないかという、うん、もうその不安との隣り合わせで、うん、この私が39キロまで痩せましたのでね夜がもう眠れなくてそうですよね。もう日にちは決まってるんですけど、コロナがこういう状況だし見えないので、ね、誘えないし、ね、みたいな感じで、本当もうなんか命がけでしたね。命がけでしたねでもあの開催の当日10月7日はフランスはちょっと落ち着いてた時期だったんですってね。ちょうど
ち着いてまして、うん、本当におかげさまで晴天で無事故で、うん、終えることができたので、うん、もう本当にそのことに、うん、安堵と、まあ、応援いただいた皆さんに本当に感謝しております、はい、あ、オランピア劇場といえば客席は2000人の人数が入る大きなホールじゃないですか。フランス人の方と日本人の方どっちの割合が多かったんですか？私は1回目の時からなんですけど160人のモンマルトにある小さいコンサートホールからスタートしまして、はい、でだんだんこうね200人、うん、300人、はい、400人ってすごいですね。フランスで増やしていったんですけど、はい、なぜか毎回、うん、フランス人の方が多いんですね。だいたい7-3 ぐらいの感じで、はい、フランス人の方が多いんですね。でもあまり大きな声で言いますが、うん、実は私フランス語話せないんですね。挨拶しかできなくて、ボンジューって、そうそう、でもなんかね話せる風に見えるらしくて、でボーって話してきたら、うん、もう私なんかキョトンとして、うん、ノーわからないとか言って、でそれとかって言いながら、まあごまかすのだけは得意なのでもう、そんな感じで、うん、私は日本とフランスのね架け橋も含めて和シャンソンということで、いつも2部は着物ドレスを自分でまあデザインをして着るんですけれども、はい、日本語とフランス語で半々で歌うんですけれども、うん、それとその着物ドレス、お見えになるフランス人の方は、私たちが今歌ってるシャンソンっていうのは日本でいう夏メロなんですね。だから懐かしいおばあちゃんとかおじいちゃんが歌ってたなとか、お母さんがなんか聞いてたなっていうのをこう懐かしく皆さんが聞いていただいてる感じで、まあ何がどう好評を得てるのか自分では全然わからないんですけど、まあ本当にありがたいことに地道にファンの方が増えてきたかなという感じですね。はい、前々日にラッキーなことが起こったということも情報を取り得たんですけれども、ありがとうございます。そうなんです。6月に打ち合わせに行った時に、はい、パリで有名なパリマッチという雑誌があるんですけれども、はい、パリで200万人の人が読んでいるという、その一流の人しか取材をしないという、はい、老舗の雑誌があるんですけど、6月にインタビューを受けたんですけれども、ずっと結果が来なくって、はい、諦めてたんですが、2日前に自分で言うとちょっとおこがましいんですけど、まあ、日本のピアフという表現で長い記事を掲載していただいて、すごくフランスの方が、パリの方が喜んでいただきました。それってもうすごい幸運ですよね。そうですね、公演の2日前にそんな有名なパリの雑誌に載せてもらえるなんて、そうですね、本当にすごいです。もう大阪のおばちゃんですからね厚かましいたらやしないだとフランスの方からすると、そのシャンソンを歌いながら着物のドレスっていうのもまた新たな刺激というか、そうです、いい感じに聞こえてたんじゃないでしょうか。だと嬉しいんですけど衣装とか持っていくのとか大変だったんじゃないですか。そうですね、本当にいつも2人分ぐらいのスーツケースに抱えて、いつも1人で乗り込んで1人でパリ中を走り回ってチケットの営業をして、はい、構成演出、ヘアメイクも自分でやってまして、もう本当になんか、うん、いつも今回もそうなんですけどね、うんうん、チケットを皆さんにお渡ししながら、うん、ボロボロになって目の下にもうねクマができてそれですぐ親父ギャグ言うんですよ、うん、もう困ったもう誰が歌うんでしょうねとかって言って、もうみんなに笑われてたんですけれどもね、いやじゃあもう当日までも気が気でないし、ね、心配事はたくさんだし、それでいてオランピアっていう劇場だし、相当なプレッシャーというか緊張感があったんじゃないですか。もう、はい、もうちょっと想像以上でしたねでもう着いた3日目に、パリって下がねデコボコしてて、あ、石畳のような感じですね。石畳なので、ね、はい、それでうっかり3日目にね捻挫をしたんですよ。左足を捻挫して、もうそこから風邪はひくわ、リハーサルの日はもう前日にプレッシャーでお腹を下してしまって、ずっとお腹を押さえながらリハーサルをして、
もう逆にミュージシャンの人が大丈夫大丈夫って言っていただいて、なんかいつも元気印和子って言われてるんですけど、たまにこうそういう風に弱いとこ見せるとみんな優しいですよね。そんな前日にお腹壊したりとかしてたら心配ですよね、みんな。いや本当に、和子さん、はい、オランピア劇場の公演の時に着物のドレスなどを着て歌ったということなんですけれども、他に何か日本の要素を入れてフランス人に受けが良かったというか、はい、好評だったこととかありますか？はい、まあ、今回構成説も自分でやってたので、はい、その2000人の客席のところでって、ダニエル・ビダルさんなんかどうやってみたいな感じですよね。そうそうです。まさかオランピア劇場で